ぼーっとしてると結構うっかりやっちゃいますよっていうことの神様からのメッセージだよ、きっと。これいつまで重めに回ってます。虫がこんだけ毒なんだ、初心毒なんだ。この色合い本当に美味しそうですね。猫耳くらいバカ野郎だよ。ユースケ F4 っぽくで育ってるのに。まあね、育ってないだろう。こだわりあるかと思ったら。こちらです。美味しい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 。 OK OK。 じゃあ取ります。こうやってね、肉を切るんだよっと。何のために肉を切ってるかっていうと、愛すべき大学生たちが今日卒業式なんです。で、卒業式終わって、まあ、戻ってくるっていうか遊びに来るんで、なんか食べるっていうことで、生姜焼き食いたいって言うから、じゃあやるかと。そんなこと言ってくれるの嬉しいじゃないですか。で、私、せっせと山奥にお肉の加工場があってですね、まあ、素敵な不要ポークっていうブランド豚なんですけど、美味しい豚肉があるんですけど、そこまで買いに行ってですね、昨日下準備をしているというところでございます。肉切っとんよ。バラと肩ロースをね、買ってこようと思ったんです。混ぜて生姜焼き作るんですけど、何を土地狂ったのか、まずはしゃぶしゃぶ用買ってきちゃってるっていう。やってもうたもん。いやー、もうこういうとこ買いに行こうかな。でも40、30分ぐらいかかるんだよな。もう帰ってきちゃうんだよな。いやー、しゃぶしゃぶ用買ってきちゃうとペラペラの肉なんですよ、しゃぶしゃぶ用だから。だからこういうとこよくやるんですね、こういうなんかボンミスみたいなこと昔から。しかもね、今気づいた、今これ取り始めて今気づいたんだけど、ロースなんですよ。肩ロース買ってこいってよ。俺肩ロースじゃん、いつも買ってんの。なんかすっごいぼーっとしてたんでしょうね、きっとね、昨日。なんでなんだろうな、なんでこんな事故みたいなことが起こったんだろう。ショック、ごめん。お祝いの時にね、許してくれよベイビーたちって感じです。じゃあ、まあお肉をちょっとこう並べてですね、しゃぶしゃぶ用なんでね、別に切る必要もないかな、もう味が絡むかな。一応なんかこう半分ぐらいの方が食べやすいかなと思ってるんですが、でももうそうでもないかもな。これ別に半分にしちゃったらなんかもう粉かな。そんなこと言ってるといろいろ気持ちが萎えて全くやらなくなるので、どんどん黙って次行きましょう。しゃあないしゃあない、そんなこともある、そんなこともあるよ。いやー、決めたかったな。ここは先に行っちゃおうかな。実はお詫びしなければならないことがあります。そんな別に味覚なんて、あいつらの味覚なんてね、適当ですからね。まあ分かんない、バレない。あ、なんか今日食べやすいとか言って、軽いですねとか言って言うかもね。軽いですねとか言って、軽くねえよ、肉が違えんだっつって。肉が違うことない、肉が一緒なんですよ。肉の切り方が豚バラだよっていうのと、バラしゃぶしゃぶ用だよっていうのは違うじゃないですか。見てるあのお母さんたち世代、お料理される方たちはまたそんな当然だよって感じなんですけど、まあさあ、分かんないかったわけじゃないんだけどな。俺もなんでしゃぶしゃぶ買ったんだろうな。結構最近あんだよな、俺絶対こっちだと思って歩いてたら違ったとかね。方向音痴じゃないんだけど、だからこそかな、慢心、過信、自分のってこと、過信しちゃってんな、己を。調子乗ってるわ、気をつけよう。あ、はい、どんどん行くよ。こんなの何しとんねんって感じだよね。こんなのわざわざしなくたって、こっから出してピッバーって炒めりゃいいんですよ、普通だったら。いや、こうやってやるのが愛情じゃん、手間暇かけるってことじゃんとか言うて、僕そんな好きじゃないですよ、それ言いすぎるの。それ黙ってやれっていう思うんで、
言い過ぎるの好きじゃないですけど、今日のこれは手間暇でもないだってもうマジか。いやまあそうだよね、ロスってこういう感じだよね、もうこういう薄さになっちゃうよね。やってもうたな、ほんとごめん、ほんとごめんよ。しゃぶしゃぶ用のロース買ってきちゃったよ。美味しくできたら動画残そう。タレさえ美味しければなんとかなるでしょ。喜んでくれるといいけどな。大丈夫かな。よっしゃ来た、よし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 、じゃあやっていこう。これちょっとこの手で触るのやだな。ピトゥピトゥピチャパチャパトゥピトゥピあ怖っ最初に一発目やったそんなやつやだよもうあどうしようもうあやんわ、えもうあやんくなら怖くて。なんで、威圧がすごい。なんでこんなこと、いつも通り威圧がすごい。やめてよ、いつも通りってなんだよ。イメージ最悪な。俺な、何作ってんの。生姜焼き、いいね。生姜焼き、あっち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 な。肉の量すごいね。1キロ全部生姜焼きにするの。そうよ、強いね、うん、食堂やってんだよ、うち。あるぜ。お肉間違えちゃったんだよな。えしゃぶしゃぶ用のお肉買っちゃった。薄っ、ね、薄切り、ね、米には合いそう。そう、いいね、美味しい。ケチャップ入れろ。入れる、へぇ、じゃあ、ほら美味しそうだね。ほら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 、うまくないわけがないですよ。はい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 、お、ご飯にガーッて浸されたい。そうよそうよ、はい、これ第1次。あー、いい香り、ほれ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 、やばない香りが、やばい、伝わらないよね、香りが伝わらない。まあ、味見なんでなんで急に、まあ、味見するの、急に何出してきたかと思ったら、やっぱり出来たてを食べる。マジですごい、ラードなんだ、ちゃんとそれラードですよ。意識高いね、うん、意識高いよ、大体。じゃあ、いただきます。大体意識高い。顔、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 寄せて、いただきます。いやー、腹立つ、それ。うわあ、もうビール生ビール生生だね、これやっぱり生だね。うん、これは生。美味しくなっちゃうよね。一口で一杯いけるね、これ。一口で一杯いけるすごいね。あ、ピリ辛で、そうそうそう、豆板醤入ってますから。あ、美味しい。いただきます。美味しいです。ねねね、待って待って、そういうあれだっけ。そういうあれだっけ。うま、上手だね、やっぱ。うるせえな。いいね。何でも器用に、いよるわ。いや、そういうやつだっけ。まだできる。いや、まだやる。まだやる。頑張ってよ。いや、頑張ってよじゃないの。応援しとる。お前、ふざけんな、マジで。丁寧にね、お肉を半分に切って、終わりましたよ。下ごしらえ一人しましたから、今日。偉い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 。いや、偉いじゃないの。お前だって、本当に。いい加減にして。どういう感じよ。手伝おうかな。いやいや、いいよ、今さら。今さら、なんもないんだよ。ちょっと味がどんなもんか。いやいやね、食べたやん、さっき。止まらせますよ、ね、もういいってば。確認がね、うまいわ。もう確認いいよ。場所によって味が違うことない。いやいや、一緒なんよ、大体。まあ好きなね、みんなが好きな味ですよ、うん、こんなのね、うん、もう間違いのないっていうかね。腹減ったって時に思いっきり米と一緒にいたやつ。そうそうそう、うん、誰でもが好きな、パワー系の。そう、パワー系の、まさに、まあ、そういう味付けですよね。僕がだってご飯食べたい時に作ってるだけなんで米食いたいって時にね。繊細なのに、その辺が、え、繊細かい、出てこんかった。繊細かい、繊細キャラで売ろうかと思ったけど、ガチ出てこんかった。売ったことあったっけ。売りたいな。売れる、売れんこすぐ回復しちゃう。やばいね。ベレー帽似合ってるね。ありがとう、急に。かわいいよ。ベレー帽だね。珍しいね。ね。あんま見たことない。本当ちょっと太れてるんだよね。ねえ、ジャーって言って欲しかったよね。なんでこんな地味に、なんかシュワワーメンなんかね。繊細だけど。そんな感じでいくみたいな。このお肉もこだわってるの。お肉ね、そうだね、なんかあのみんな大好き、不要ポークです。わー、やっぱね、浜田といえばね、やっぱ浜田といえば
両ポークでしょ。あんまここでしか盛り上がらんえ誰も知らんで。あんま知らんでしょ。おい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 、不要ポークなめんなよ。ユースケ不要ポークで育ったようなもん。まあね、育ってないだろ。そんな高級、まあまあ、高級豚肉で育ってないでしょ。ウエンチ不要ポークしか食べない。ガチでやば強っ。金持ちじゃん。ほんと浜田の不豪じゃん。な、不要ポーク以外細切れだと思う。ガチか、えぐ。お母さんが泣くわ。あお、おめでとうございます。ギタギタギタ、ありがとうございます。あ、撮ってる。あー、かっこいい髪型です。こんにちは、こんにちは、お久しぶりです。こんにちは。低いってさすが。こんにちは、僕です。僕です。いくぞやの動画に出てきた。ねえねえ、なんか怪獣大戦争みたいな。狭い狭い、謎に集まりすぎてるじゃん。揃ってきたね。本当に謎に集まりすぎてるなんかね。秋内ライスペーパー買ったけど、なんか包むもん忘れたんとか。やっぱりシェフ、やっぱりあいつバカなの。第2弾できたよ。第2弾の味もちょっと見とか。失礼した。第2弾ロースですんで。あ、え、お肉が違う。はい、やばー。うん、気をつけて。変わらない美味しさ。ねえねえ、どうなんどうなんそれ、褒めとん。うん、うまい。一番、世界一。世界一、いただきました。ありがとうございます。おめでとう。あの、就職先行っても忘れないでね、俺の生姜焼きの味。多分に帰ってくるわ。ありがとう、嬉しい。なんか日常だね。だいぶね。ホームビデオ感ある。うん、だいぶ日常。まあ今日本当はね、あの、晴れの日なんですよ、この人たちの。卒業の日なんでね。うん、それで、いつも、それでこんな髪型してる。卒業しました。大学。4年間、はまあ、の休まず通い続け、いやすごい、最後の最後まで単位を取り、うん、卒業することができました。ギリギリまでね。はい、ギリギリまで学校に入る。結構ギリギリまでなんか4年の秋まで。うーん、よし、 OK、 食おうぜみんな。よい、サラダジサラオ。生産者の顔、生産者の顔、やったねー、作ったよ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。あーあーあー、全然バイナーのがやばそう。これはやばい、紹介そう。作ったんですか。浜田協会初期面が揃って嬉しいです。もうなんか久しぶりに本当親戚集まったみたいな。やっぱ初期面がね。うん、初期面死んだな。何やって？もう一回言って。初期面死みたいになって結構滑舌悪くて、うん、なんかよくわかんない。何もわからんかった。あ？あ？あ？知らないよね、やっぱ。うん、みんなあれ大好きだわ。うん、使うよね、うん。使いやすいんだね、やっぱね。知ってる？マリンは？猫ミーム。猫ミームくらいバカ野郎だよ。ハッピーハッピーハッピーみたいな。見たよね、やつでしょ。じゃあダメなよ、もうやっとうよ、うん、みんな。知ってます。おじさんが猫ミームつまんないけど何が思うのかわからんって言ったら、もうそのお前がつまんねえんだみたいなことを言われとって、うん、それを面白いって言える方がいいよって言われて、うん、見た。で俺も、あ、じゃあ、ね、僕今ちょっと目で見ようと思った。超つまんなくてどこが面白いか分かんなかったでしょ。まあでも可愛いけどね、うん、お、なんかあの物語みたいなの時あるじゃん、うんうんうん、理解示した。なんか上司に怒られて、うんうん、あ、そうそうそう、とか可愛いけどなんかたまに見える人の手みたいな、うん、ああ、猫を動かしてる、うんうん、踊らせるところから。これおっさんがやってんのかな、うん、猫耳じゃなくてハーってんの。ハーも猫耳。ハーっていう猫がいる。知らんやん、うん、強くなったね。ハーっていう猫がおるの。おるおる。ぶたたいてやりたいの。ってやつってやつがおる、うん、本当に。そんなんがまた流行って、うん、おじさんたちがムカついて、何が面白いか分かんわ、何がハーだよみたいな。そのネタやりわからん、おじさんのネタ。いや、辛いな、そのネタで作らされるの。どうせ俺がやらされるの。もう素材は集まってる。それはそれは全然伸びん。伸びたよ。今年も伸びたよ。おもんな。おい辛辣。こっから伸びるね。うん、
なるほどね。そう、俺大器晩成だから、うん、なんか伸びたか伸びんかじゃないの、コロッケの美味しさは、うん、そればっかり気にしてると、うん、伸びなかった残念なコロッケみたいになっちゃうから、うん、作った人に対してかわい失礼じゃん、かわいそうって謎のこと美味しいコロッケです、うん、伸びなくとって、うん、元から返品する。2時間で来て滞在2時間で2時間かけて帰っていくっていう愛だね、愛だよ、愛感じるわ、卒業式だからって言って来てくれるんだからもう愛でしかなくない、一生に一度でしょ、おお、うん、いや出たかった俺も12分経ってるから一本なったんじゃない、よしじゃあ終わり卒業式でした、薄いなあ、だったよー、だったよー、お疲れ様です、お疲れうわ、すごっ、わー、すげえ。シェフでもさっき3時ぐらいに着いて、私たちのために料理を作って6時半のには帰るらしいんです焼きだ、あ、いい音いい音、ここね、焼き目をつけてね、料理は愛情あれやいいな、料理上手ですね、そう、昔ちょっとやってた、なんかやってたんですか、昔やってたんで、ちょっとだけ、まあ居酒屋だけどね、居酒屋の場所これくらいできないと社会人になれないよ、ね、あれ厳しい、厳しいね、マジでモノマネの一個くらいは覚えてないと、うわ、うまそうね、やばくない、やばい、休ませしてやる、うん、バター買ってきましょう、ひごできが今からさすがで一瞬できます、バイク焦げんなよ、あとスイートチリソースと、あとあれだね、春雨、あとボイルしたエビ、ボイルしたエビすごい、とバターバラーバラー、あ、レディーはサニーレタスクレソンだったらあるよ、クレソンある方が珍しいよ、ね、あ、わかった、クレソンでもいいけどな、でも、まあ、一応サニーレタスやし、めんどくせえで、はいはいはい、やっぱキッコーマン普通の醤油かい、出してダメにはこだわりあるかと思ったら、こちらです腹立つ美容系美味しそう、よし、いけるっしょ、料理は愛情、そうだ、英才教育行ってみよう、よし、これ砂抜きされとんよな、ありがとう、砂抜き3割引きえ、バットに 500cc と大さじ1を入れてよく溶かします、1時間半から2時間ぐらいの目安です、今から砂抜きで、え、シェフこれももちろん計算済みですよねマジパスタそうなの、もし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 、抜けちゃった。お、これはオイルしたエビがないそうで。生でもいいよ。12個。12で。12で。こんにちは。もういい感じじゃん。おお、いい感じじゃん。うん。最高。いいね。おお。大体なんか。ああ、綺麗な。ね、ブロッコリーは茹でた後に水につけないんですよ、つけない、つけない、切り上げていってザルに落とした方が、うん、このふさふさのこのとこのところに水が溜まるけんね、うん、だからこれで水を切った方がいい、特に油の中のね植物はね、あの水につけるよりはね、あの、切り上げした方が
風味が、あとは沸かさない、沸いてない80度くらいの温度でやった方が美味しくなる。かわいい。急に真面目なこと言ってくれるよ、うん、最高最高。はい、ああパスタの、あちょっとこれくらいにして先にこいつを沸かして、もうわーって沸いて砂がバー出たらそれをこせばいいんだ。あ、洗いすぎます。わー、すごいいい匂いがする。森方もね、ちゃんと見てたんで。森方意識してなかったみたいな夜みんなが食べるときにちょっと温め直すみたいなのがやっぱりインザスカイ、ちゃんと考えてると。インザスカイ、インザスカイか。これね、コツはね、こうやってバーって開くじゃん。なんかアクみたいなのが。アクはね、取っても取らなくてもいいっていうのが俺の持論なんだ。うん、なんかね、アクが入ってる方がね、美味しく感じる。複雑味が出てない。複雑味。っていうのが、ね、最近の料理の解釈だね。あんまりね、アクを取らない。流行り？ラーメンとかそう、ラーメンもね、今アク取らない。で、この出上がった時に、ここに貝ついてんじゃん。この貝が、こうやって叩いた時に、ポロンってこら、ほら、取れるじゃん。うん、そしたら、もう OK。その取れない状態だと出汁が出てきてね、よし、ワイドが洗いますね。何今までやってんだよ、チンタやってんじゃねえよ。お前がやってったよ、どれなちゃんが。すいません、いただきます。まあ、まずはこいつで。あーちーちーあーちーあぜおー、タイ料理にはね、味の味噌、見せ、あのこれよく売ってるこれね、うん、これね、魚介でも何でもね、とりあえず牛の出汁でも何でもいいんだけど、出汁取ったものに対して鶏が一番バレない。へえ、鶏がバレない。まあ鶏がらいで取ったら味を邪魔しないから。へえ、ね、やるやん。プロはだいたい鶏ガラをね、内緒で使ってますから。ねえ、なるほど。はい、来ちゃいます。これ入れすぎるとね、だから鶏ガラすぐに、これ気づくかなくらいの裏支えするくらいの。よし、なんかかっこいいパスタだね。本当はね、使ってよかったのかな。本当はね、市販で一番いいやつ。何語かわかんない。で、あー、うまそう。マジプリプリしてる。さすが。すごいよこれ。ちょっと金カムハマってるから北海道行きたいんだよね。おもろいよね。あれめっちゃおもろい。おもろい。俺たちは。鉄腕のライスペーパーネキ。ライスペーパーネキ、懐かしい。あのもう自動モザイク。ヒンナ、ヒンナですか。ヒンナ、ヒンナ、ヒンナ、ヒンナ。こうやってもうできるね。もう見といてよ、もうここまでこうやってで葉っぱをスッ、こうやる。一回目乗せる。こうやる。巻く。巻いてく。穴開いてる。気にしない。なんでこの子をこうやってピッピッと止める。つけすぎるとこんな感じで、柔らかくなりすぎちゃうから。あ、いいね、かわいい。そうだね。こちらはアボカド。アボカド。焼き牡蠣ってあんまり食べないから珍しい気がする。
これはムニエール。ムニエール。ムニエール。焼きムニエール。これ何本の動画になるんだ。分からん。サービスであれしちゃうか、そのトマト使っちゃうか。お、腐っちゃうしね。うん、それは？ゆで盛り。これは？つまり？バター。これは？これは？バター。これは？バター。バター。うん、お、シェフっぽい、シェフっぽい。シェフみたい。まるでシェフ。こんな感じですね。ミネラル多いし、合わせない。なぜ？あの、塩味がなんか後でグッときて、その時ちょっと分かりづらいね。なるほど。一発目にバーンと来ない。そう。これかけたらマジ出来上がっちゃうけどいいかな。いいよ。トマトソース。ソース。バターフレッシュトマトソース。イタリアンパセリを散らし。散らし。からの。そして。ペッパー。ペッパー。うまそう。もう、やば。食欲がもう。いつもより重めに回してます。ほ今何時だ？12分。やばいね。30分の電車。じゃあいいでしょう。あ、じゃあ持って終わり。行こう。はい。それで帰ります。はい。ありがとうございます。あ、無事で飛ぶわ。いやいや、ありがとう。お世話になりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。失礼します。待って、撮れてなかったくない？うん、撮れてなくなったくない。撮れてなかったくない？今撮り始めたくない？はい、あー、もう終わったわ。何だった今の時間。謎の時間。撮れてませんでした。撮れてませんでした。撮れてなかった。テイク代表、代表でしょ。代表でしょ。じゃんけんでもする。最初はグー、じゃんけんほ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。これどっちが行く？勝ちと負け。勝ちじゃん。勝ち。最初はグー、じゃんけんほ。はい。はい。はい。いいんですか食べても。はい、ぜひ。わー、美味しそう。見てください、この彩り。うわー、ちょっとね、半分減ってるんですけど。これ、なんで？まあ、そんなこと気にせずね。いいなー、食べたいなー。うわ、美味しそうやな。もう、弾力が。わかります？箸で掴んだ時から。こう、トマト乗っけて。もう見てください、素晴らしいこの色合い。本当に美味しそうですね。では。いただきます。うん。美味しい？めちゃめちゃクリーミーでうまい。なのにトマトの爽やかさが相まって、もう口の中がめちゃくちゃ幸せですね。なんでしょうこれ。なんで半分減ってるんでしょうか。人気すぎてね。そうですね。僕食べる前からね、半分減っちゃったのかもしれないですね。はい。はい。なんこれ。